はい、どうもレッサーパンダと申します。本日は、空飛ぶピカチュウを使っていこうと思うんですけど、この空飛ぶピカチュウ、テラクリスタルが、飛行で、運営から2023年の2月28日までに早期特典で不思議な贈り物からインターネットで受け取ると、受け取るを選ぶと受け取れるという感じになっております。で、この空飛ぶピカチュウの元ネタが、ポケカー、なんか昔からポケカーあって、なんかそれが元ネタになっているっていう感じですね。で、最近で言うと VMAX が、皆さん記憶に新しいんじゃないでしょうか。で、ちょっとコメントを視聴者さんからいただいて、このシリーズ動画投稿始めてから初のコメントいただいたのでめちゃくちゃ嬉しかったので、質問で来ました。なんか最後に質問です。いろいろ質問あったんですけど、最後の質問です。もう最後にじゃなくて何度も何度も質問してください。パーモント使うならパーティーにこのポケモン欲しいみたいなのってありますか。これなんですけど、まあ、僕のパーティー実はパーモントに非常に寄せていて、上からミミッキュとドラパー、ソーブレイズで、パーモット除いてカヌンちゃん、まあ、デカヌちゃん、チルタリスが、これ全部で6匹になってますね。はいはい、なってますね。この5体が、まあ、パーモットにかなり刺さっていると。まあ、滅びの歌でつなげられるチルタリス、パーモットで削りきれなかったやつを、影打ちで落とせるソーブレイズ、ミミッキュー、まあ、展開良くする、最初にドラパで殴って削りつつ、逆にパーモットで抜きつつっていう感じですね。で、基本的に受けは全部チルタリスで受けてもらって、特殊に対してはカヌンちゃん、まあ、基本的にやっぱ悪とか、まあ、ゴーストにやっぱ寄ってしまうので悪きついので、カヌンちゃんでなんとかしていくという感じになっておりますね。もしよかったらね、いろいろこうやって質問いただければまた答えようと思います。ありがとうございます。はい、ということでマッチングしました。ビルさん対戦よろしくお願いします。僕の、まあ、この配布ピカチュウ、僕いろいろ本当に30、40銭、いやもっとかな、50銭ぐらい潜ってカジュアルで、このピカチュウ生かす、どういう時に生きるかなって、このガブリアスとロトムに対してかなり強く出れるんだけど、まあ、ガブが初手から出てくるかちょっとわからないんですけど、とりあえず選出し、でも、さあ、不合か。はい。はい。マスカーニャー。あー、これ、はたき落とすでし。なんで笑ってるんですか。あ、ピカチュウ、これ、とりあえず、これ、ピカチュウ、一回ちょっと、お亡くなりになってもろて。いや、これ、草タイプ変幻自在のトリックラワー、テラクリスタル。おお、テラクリスタルしなくても耐えたと。オッケー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 。とりあえず、まひらせて。はははで、ここテラバースト打つか打たないかの話なんですけど、ここパーモットで再起で、あいつこいつ帰ってきてもらうので、まだ切りません。隠しておきますので、影分身して、あ、はいはい、動いてくる。まあ、これで、あ、ピカチュウの方が早いんですよって言おうと思ったんですけど、ピカチュウのがすみません、笑ってしまう。ピカチュウの方が遅くてどういうこと、コダチュカってこと、これ、これコダチュカってことだよね、多分ね。でも、どちらにしろピカチュウは、天命のごとくお亡くなりになってたのもう目に見えてたので、でこれ氷の通りが良くて、ただ後ろのあの毒土山がぶっ倒せ、なんでぶっ倒せない、 HS かじゃなきゃピカチュウ耐えないよな。あー、HS っぽいっすね。僕確実にこれ落ちるんですけど、いつも。HS で搭載してるマスカニャトス。これ、不意打ち打たれたら死にますね。そしたらボツです、これ。ただ、なんで引かないんですかっていうと、もう引けないんです、これ。はい。これもう仕方なくて。これ、もう、ポケモン実況者、動画投稿者だったら、みんな頭を抱えるシーンなんですけど、どうしてもその動画の主人公を映えさせなくちゃいけない。それを考えた時にだ。あ、こいつ悪だよな。もう、それは、仕方なくて、レーパンでダンキングングルが落ちるかどうかわかんないんだけど、とりあえず引きます
りあえずパモはピカチュウを再起してもらうっていう役割最後お仕事残っておるので、あ、どこどこ聞かない、ナイスがナイスしてしっかりと透かしていく。ほんでおおおおお最近ね覚えさせてるサーフゴなんているんかやっていうこのダンギングル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 に対して、最近だとで僕達人の帯持たせてるんで効果抜群の場合は 1.2 倍なのでこの最近はまあタイプ1とまではいかないというのかすいません言葉になっておりません。倒して、まあ、ピカチュウ役割果たしてるんですか。はい、紛らせました、紛らせました。パモが上取ってました。おおお、ボーマンディちゃん、まあここはもうゴールドラッシュで退場してもらっていいので、はい、あ、自信、おおおおお、こだわりメガネかなおおい、来たかついに。あ、命の玉、胃の玉だったらピカチュウ死んだ、これレーパー打ちできたろこれレーパーだろ、レーパーでも落ちる、いやでも落ちなかったらどうすんのよ皆さん。自信、自信ワンウェポンなことってないでもここでレイパー打ったらこの動画がボツになるおおおおお、なんだ地面か、地面、これ地面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 お前も飛ぶのかよお前も飛ぶのかよじゃあお前電光狙撃で一撃で死んでたんだわ、お前も飛んでお、どうなるんだこれはお前自信ワンウェポンだろいや待って、みんな考えろ、みんな考えろ、みんな今自信打ったよな。でさ、ピカチュウが生まれてくるってことはここさ自信でよくねってなるじゃんそこをだよ、そこを僕はテラクリスタルホッスルやか、テラクリスタルホッスル、まず相手のボーマンなのが早いとしても、え、ピカチュウで空飛んで地震を透かし、ホッスルで上を取り、最後テラバースト、いかがでしょうか。レッサさん、飛行テラバースト落ちますか。落ちません落ちません、おい飛べピカチュウピカチュウ飛べもう、ま、もう抜群でこのダメージって終わりかなこれ、バレダックに、バレ2回当てなくちゃいけないテラバー、バレダックに相手とりあえずピカチュウいけ、とりあえずお前は撃てばいい、影分身じゃなくてよかったんですか終わったおい、影分身なんてあそこ押せるやついないだろう。ちょっともう一本いきましょう。はい、間違えしました。ミーゼスさん、体制よろしくお願いします。このパーティーだと気のガスさが一生重いんですけど、あー、これね、はっきり言っていいですか、負けですね、これね。あ、このパーティーに僕今、9連敗、10連敗してるんですよ。いや、ピカチュウじゃあいつ出せるのって言ったら、本来水ロトムからなんですけど、このパーティー見るとなんでかわかんないけど、水ロトム出してこないのね。で、ピカチュウのテラスタル、キルの、なんか、ほぼ縛りみたいになってるんで、あー、パムの電光衝撃でもらうと切れないからこうなってきますあー、普通のポケットモンスターやってる人だったらここ水ロトムとか出さないんですよね。サザンとラウゾとあとサーフ号で勝ちですねでやってるから、みんなうまいなーと思って9回同じような戦術で9連敗してますよ
あ、ガッサ出てきたらちょっと展開が変わりそうにはなってくるよ。あ、キノコの方針マッパから入ってくるので、こうテラバーストでびっくりさせます。今なんて言いましたかって、テラバーストでびっくりさせます。あのテラバーストで削りますとか、テラバーストで2学狙いますとかじゃない、あのテラバーストでびっくりさせます。うん、ただそれだけ。わー、びっくりしちゃったんだ。あ、びっくりさせて。で、この相手のクラウドダメージにも多分びっくりしますから、見てください。うおほほほ、ピカチュウ。お前始まったってマジ、ほっすりから入ってたら勝ってたってマジ。はい、寝て。このピカチュウ何かもう訳するんですか。あのびっくり、いやーだったらさ、飛べよ、ほっすりで勝ってたんかい。や、多分ほっすり入るじゃん、空飛ぶじゃん。で、相手キノガスタどうするかっていうと引きますかね。これどうせ引かれてたんで、答えはもしかすると影分身。いや、どちらにしろなんだよね。また相当いいダメージ入ったね、びっくりしちゃった。僕はびっくりしましたね。まあでもここはほっすりで、もう引けませんこれ。はあ、はあ、ピカチュウが自然回復とかだったらいいんですけど、サザン D。 いや、これで一旦とりあえず眠りのあれを消費して、ああ、もろ手、あー、アクハザ落ちないけど、あー、ラッシュ、いや、もうどうしてもできないですね。アクハ一発耐えるんだけど、ここで起きてもらわなかったらマジや、よし、ピカチュウ、お前 YouTuber になるってマジ。で、こっからマキ3連、マキ10連続でしょ。僕10連敗してるんで、ここでマキ10連続引いて、今までの負けを帳消しにしますとピカチュウが言ってるんで、ここ影分身ですね、はい、頑張ってくれるらしいです。いや、ここやらないともうどちらにしても負けなんですよ、はい、ここ避けないとどちらにしろピカチュウマジで終わってて、ひたすらここ掛け面するんですね。三積みしないとまず訳しないんで、はい、いや、僕これ役割十分ですよ。こいつまひらしてくれただけでマジで役割十分で、はいはいはい。で、テラバじゃ全く落とせないので、まあとりあえず信じてみるか。ただ一回悪巧みつも、いやー、突撃直帰とか戻れてた。いやー、でも悪だけ見進めていこう。あい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 、サザン環境、お前がランクロ遠い本物のな、ポケモン好きっつうのはこういう変態を使って勝つんだよ。もう一回悪だけ見進めたい、もう一回悪だけ見進めたい。そんな気持ちを、そんな視聴者さんの気持ちに僕はお答えします。頼む頼む、ピカチュウ避けろ。もう9回負けた、9回当たってきた。あー、お前は本当に可愛いわ。そこ避けれないんだ、お前影分身を僕3回4回積んでもお前一生当たるもんな。あー、いいんだ、もう避けろピカチュウな、当たれピカチュウ、お前は当たれ。あー、影打ち圏内にも持っていけなかったか。ただマジで偉いのは麻痺を引いたくれ、引いてくれたこと。え、レッサさん、なんで飛行テラスタル打たなかったんですかっていうと、あのマッパで死ぬのよ、結局マッパで死ぬじゃん。え、だったら打つべきだったんじゃないか。ゴートラッシュ打ち込んでて、お前さ、しびれろよ。お前しびれろな。
でも展開作ったのは間違いなくピカチュウですよ。キノガッサの HP を1にし、サザンドラをまひらせ、どうですか、ピカチュウですよね。むしろ訳しなかったのはサーフ号じゃないですか。どうですか、いやでもサーフ号は影打ち圏内に持ってってくれた、みんな頑張ってるわ。いやこれ空飛ぶピカチュウ、キノガッサ重い方見ました、初手だし速攻テラバース対面、あ対面買ってます、はい、あーピカチュウが生きてたらな。どうせ影打ちで死んでたかあいつ。いや影打ちワンちゃん食べるんじゃないの、ピカチュウだったら。はい、スルマイスルマイじゃれで負けか、ただこっち助けなんだよね。いや影打ちじゃ落ちない、無念いる、影打ち打ってこられた場合無念で HP 回復。レイチャパンジーだね。ちなみにこれ勝ちです、勝ちました、ありがとうございました、対戦ありがとうございました。タイアリー、あいやよかった、これノーマルテラクリスタルだったらえひーってなってたね、よかった、ここ無念でよかったですね。あこういうことがあるから、はいはい、とりあえず、えあ、あ影打ち、オッケーオッケー、影打ちで撃たれ無念だねーして、はい、砕けて、いやここあえてミリキューに殴らせた方がいいんですよ、理由は分かりますか。まあなんかキノカスタがなんだっけあいつキノカスタがあいつじゃない、格闘技以外の先制技をもしお持ちだった場合、多分素早さ関係値負けてるんで、ここ殴られ得なんですよね。で、ミニキとソーブレイズの対面は絶対に負けないので、ソーブレイズ、タスキで使っていれば、あ砕けるようなんで、ただ、ミニキがなんか、わけわかんない、シャドーボール型とかいたら終わりですね。はい、で基本的に物理で殴ってくるんで、砕けて上取って、最後、陰口でも絶対取れるし、無念でも OK っていう感じで、今みたいな感じで取ってもらえたら OK です。ただ、ここ、気をつけてください。ここ、あ、まあ、気をつけてくださいとか、気をつけることもないんですけど、先制技が空いてあるので、砕けた状態で先制技で勝ちですね。はい。いや、これよかった、唯一、もう僕、100回やって、2回裏でいい感じのピカチュウ取れたんですけど、これ3回目にギリ入るかな。あまあピカチュウが間違いなく起点作ってくれたのは間違いないですね。はい、大変ありがとうございました。あピカチュウこれちょっと影分身と悪巧み、ちょっと、あ、いや、悪巧み、いや、影分身、もしかすると影分身のとこ、ちょっと自由枠かもしれないですね。まあ影分身、そうだね、ちょっと悪巧み積みすぎちゃった、影分身積みすぎちゃったシーンかなと思うのね。なんかうまく使えばもうちょいうまく使えると思いますので、ちょっとこの方のピカチュウ、配布型ピカチュウいいなってありましたら、ちょっとコメントで教えていただけたらありがたいですね。本当にありがとうございました。おつ